さあということで今日の番外編も引き続き中東で一番有名な日本人の高取明さんを迎えしてトークを、はいはい、毎回重くきますよねあれちょっと深井さんなんか衣装が変わってますね、はい、あの帽子取りました重いですからねカクンってなるもん首がカクンってなるもうちょっとヤンヤンさん真面目にやってますもんそうですねこれまあちょっと一応描写すると、はいできないね四角いの頭に一旦もめんかぶせてるっていう、 もうすぐ耳のところがすげえ痛いんですよ耳の中に入れなきゃダメですあ中に入れないとダメですか、はい、あの長いんですよ長いですか、うん、円柱の帽子を、うん、途中で頭にこう持って、ねうん、出してる一旦もめにしてる感じ垂れてるんですよそしてこう後ろまでそうそうそうこの帽子のこの折った部分がねなんでこんな高い帽子にしたんですかあのなんだろうある意味こう馬から降りた時に人が近くにいるよとか分かったりとか、はい、馬の背より高くないといけない。そういうことあるのでだから遊牧民の帽子ってなんか長かったり高かったりする理由ってそれって聞いてますね、はい、騎馬民族のねおーちゃんと理由があるんすね理由ありますね、うん、生活のやっぱ発展でこういう衣装とかになったこのさやっぱこの模様とかがちょっと見せれない、はい、もう YouTube で見てくださいぜひね、はいうん、こういう模様に何かこうイスラムを感じます。そうですね。幾何学模様、アラベスクとかの美しさはやっぱり、はい、あのイスラム伝統のものですね。模様とか。面白いですね。はい。はい、で今日あのせっかく高取さんに来ていただいてて、はい、高取さんが実はトルコにめちゃくちゃ詳しいわけですよ。うん、めちゃくちゃって言ったら俺あの筑波大のトルコの連中に怒られますけどね。まあまあもう筑波のトルコの人たちと比べたらもう難しいです。あのねその樋口よりは詳しいです。せっかくトルコ大好きってそれはあるんで。そう今日あのオスマントルコの、収録日なので、はいはいはい、せっかくなんで一緒にちょっと。オスマンの話しようかなっていう。ああぜひぜひ、はいはいはい。何が好きですか。オスマン。いやもすごい質問だけど。オスマンの何が好きですか。一番好きなのは、はい、やっぱりあのコンスタンティノープル、いやビザンツ帝国を、はい、あの長く続いたビザンツ帝国を、はい、ついに落としたっていうメフメト2世の、はい、あのコンスタンティノープル入場のあの絵とか、はいはいはい、ああいうところ。白馬に乗って、ね。そうそうそう白馬に乗って、はい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 、横にあの奴隷のなんか剣持ったやつがこうガッと構えてる、はい、あの一枚絵とかバッとこうインパクトがあって。で私ぶっちゃけた話するとあの当時 その西洋の王朝ってクソ田舎なんですよ、はいうんうん、そうですね、それがですねちょっと産業革命以降調子乗って、うん、俺たちなんかすげえヨーロッパすげえだろっていうやつをですね、うんですねうん、昔はそんなことない単なる田舎の、うん、あの怒号というか、うん、豪族連中がですね、オスマンにボコボコにされるのがすごいスカッとするところがいやでもすげえわかります、うん、めっちゃおもろいわかります で、なんだろう、うん、ヤヤさんに言うのはちょっと申し訳ないですけど、あの例えばですけどあのほらあの要は周りにいるやつは、はい、周りにいるやつはみんな異敵とかそんな感じの、はいはい、あの蛮族みたいな感じの中華思想が毎回遊牧民が来るたびにボコボコになってるっていうのも、うん、なんかこう精神的優位を保ってるようで実際はそのいろんな血が入ったりこう王朝が変わったりとかするっていうのもう、ね、ある意味そのトルコとかモンゴルとかそのヨーロッパを介して同じ現象がやっぱ起きてるんですね、うんそこはやっぱりなんかこうあのお前らはもともとナイフもフォークもあの結局なんか持たないっていうか歯磨きする文化さえもなかったようなヨーロッパはお前らもうちょっと現実見ろよっていうそういうねちょっとヨーロッパ優位性のところをボコボコにするオスマンの活躍がスカッとしたっていうのが僕があえて今まで言わなかったですでも大丈夫です、ね、そうなんですよ本当はそうなんですよね、うん、圧倒的な、ね、人類史のなんか歴史の中ではもうイスラムがね、かなり強かった時期が長いですもんね。ヨーロッパが結構遅れてんだよね、うん、めっちゃ遅れてんですよ、うんはい、でたあのこれ結構あの有名な記述なんですけどあの歴史を今ですね塗り替えようとするそのヨーロッパの動きの中の一つがあの歯磨き、はいはい、あのスワークっていうシワークとも言うんですけど歯磨きの木ってのがイスラム昔からあってこう綺麗にするっていうのがあるんですよ、うんうん、でその時に十字軍の記録であいつら牙研いでるみたいな感じの歯磨き要はヨーロッパ人って不潔なんで、うんうん、あの歯磨きする文化なかったんですよ、はい、不潔なんでてはっきり言いましたけどまあまあフランスのあのあれですよあのなんかおしゃれにこう作ったところなんかみんなクソまき散らしてましたからねなんてあれですよなんかですよあんなもん当時こうねがこうロッ出されてたのこうやって
ってただけなんですよ。それ史実ですからね。うん、もう俺それからするとね、うん、もういかにこう、あのなんでさ、あのイエニチェリとかシパーヒーとか、あのそのイスラームの信仰戦士が強かったかっていうと、はい、あのお祈りするときに口ゆすいで手洗って足洗うんですよ。うん、だから清潔感保ってたから疫病が生えにくかったってのがあるんですよ。うん、ああ、でもそれはいやまさにそうですね。だからそれは本当にあのこれ俗説なくて実際言われてて、うん、だから清潔しながら遠征の時に、うん、まあもちろん疫病にかかった年とかもいっぱいあるんですけど、うん、かかり親衛隊がかかりづらいっていうのは結構強いファクターだったんですよ、ね。なるほどね。これはちょっとすごい話ですね。本当に宗教的な動きがちゃんと自分たちの身を守ることになってたってこと。まあだから元々でもそういう理由で多分綺麗にしてるんですよ実際。まあ、イスラム教徒ってどっちかっていうと、うん、あのなんだろう、キリスト教ってどっちかっていうとあの。なんか大工の息子のあのニートが作った宗教じゃないですか。ちょっと何知らんけど、まあ、だから、うん、いや綺麗に言うと理想主義なんですよ。そうです、ね、右の方打たれたら左パン来いみたいな感じのこう理想で行こうぜ、うん、で、うん、イスラム教ってのは商人が作った宗教だから、ね、ビジネスパーソン、ね、だからどっちか実利とか、うん、あの生活に合理的に根ざしたものなんです、うんうん、そうですそうです、うん、だから、まあ、当時その豚肉がダメっていうのはその当時の合理性を追求した上の話なんで、うん、それの延長線上であったから生活とか、うんまあ、ある意味その結果、うん、その長生きだったり、うん、その健やかに過ごせるってことの延長線なんで、うん、そうなんだよ ね医学とかもね全然西洋の方が遅れてて、もう超非科学的なことしまくってるし、ね、まあ、さっき言ってたみたいに風呂もペストになってからなんかあの風呂入ったらバイキン入るみたいな概念があって風呂入るのをやめちゃったんですよ。それまでちょっと入ってたんですけど、なんならローマ帝国とかはねめちゃくちゃ清潔だったんですけど、そういう全てのねやつをなくなっていってね、まあもともとね古代ギリシャがヨーロッパですごくこうレベルの高い水準を保ってたんですけれども、ねキリスト教が出てきたからなんかねそれもちょっと調子悪くなった、言わないようにしてたけど語弊があるじゃん。今日のこのいいからもう家にしてみの格好だしさ今日だけね今日だけ、もちろんその宗教的なそのなんだろう、敬愛するものとかその理想的なものを掲げて、例えば私がその尊敬あのキリスト教で尊敬するのは宗教画だったりそのいろんな芸術とかそのまあ賛美歌もしっかりなんですけど、そういうところにこう昇華させたっていうのは宗教的情熱がないとできないわけですよね。確かにそこは本当尊敬しますし、でも逆に宗教的情熱があった上で十字軍来たよねみたいな感じのところもあるわけですから、いいですね。なんか私なんか枷が外れたようにスカッと顔が言って私あの歴史の話するときこんな感じですよ。本当にいいっすね、いいっすね。いやでもいいですねちょっとね、普段言わないところまで行っちゃいますね私ほらあのワンショットゲストみたいなもんだからあの、はい、大丈夫だよ。ここでなんか言いたいこと言って消えるみたいな感じがまあでもオスマントルコはそういう側面からも好きだっていう。でオスマントルコももちろん好きなんですけど、うん、今のあのトルコ共和国の建国の父のケマル・アタテルク、うん、いやりたいんですよね。すっごい尊敬してて、はい、あのアタテルク あの伝記読んで私4回ぐらい泣いてますからね。あの彼はかっこいいですもんね。かっこよすぎる。いやもうこれ多分古典ラジオでやる機会あるのかな。多分ね、だけど次の来月ぐらいオスマンが長すぎて今回頑張ってメフメト2世だったんですよ。頑張ってメフメト2世じゃあエルトゥールルからエルトゥールルから、エルトゥールルはでも飛ばしちゃった、うん、オスマンから、オスマンからなんですね、はい、なるほど。あのちょっと意味わかんない、もう樋口がもうでも今日は樋口聞く会にします。もう僕今日僕もブレーキしないです。あのリスナーにわかりやすく喋るとかしないです。しかも俺あのまだとあのオスマン編もまだ半分しか聞いてないんで、全部聞き終わってない状態で聞いてる。途中だからね、収録の途中だから。収録のちょうど真ん中でやってるんで。お邪魔しちゃって。もうオスマンのお父さんですよね。はい。エルトゥールルっていう人がいて、うんうん、そこら辺飛ばしてオスマンからやって、イスラム帝国もやったんですよ。ちょっとアッバース朝とか、はいはいはい、あそこら辺も少しファーティマとか少し出して、マムルークもマムルークは出さなかった。またマムルーク出すとちょっと混乱しちゃうかなと思って、ね、ちょっと西に飛びすぎちゃいますもんね。そうですね。でまた奴隷戦士いっぱい出てくるから、マムルークの奴隷戦士行ったらちょっと意味わかんねえだろうなと思って、奴隷戦士合戦になってる。そうなんですよね。また奴隷戦士出たよみたいな感じでちょっと井口さん、井口さん意味わかんないでしょうね例えると奴隷戦士多すぎて、はい、あの
仮面ライダーが多すぎて、はい、どれか分かんなくなる仮面ライダー龍騎みたいなのになるんですよ。めっちゃ分かりやすい。だからどれが一番あの最後のライダーか決めるみたいな感じになって。なるほどなるほど。で、あのナイトとかの話とかで龍騎とナイトの話でもうちょっといっぱいですねみたいな感じになって。他のライダーの話できなかった。仕事だから今からする話全部ライダーと思えばいいですね。だからウルトラマンとかも出てんのにライダーだけでいっぱい出しちゃったらみんなが混乱するから僕は仮面ライダーブラックしか出さなかった。ああそういうことですね。ブラック大好きなんですよ。僕も世代が一緒です。いやそこに。そこに引っかかった。川手袋を持ったらギギギってやりますよ。はい、まあ俺シャドウムーンが一番好きですけど。あれガチャンガチャンってやろうって足元。今な例え本当どっちの話？まあ、シャドウムーンは例えで盛り上がってるじゃないですか。いやなるほどなるほど。そうです僕ね、うん、単純にイェニチェリーが結構好きなんですよ。わかります。大好きですね私。今この格好してますけど、僕が中学生ぐらいの時にエイジオブエンパイアっていうゲームがそこそこ流行ったんですよね。あった。わかります、はいはい、エイジオブエンパイアっていうパソコンゲームなんですけど、はい、それがあって、はい、そこにイェニチェリ出てくるんですよ。出てくる歩兵の銃部隊として、うん、結構なんかなんていうかな動きが気持ち悪くておうおうおうちょこちょこしててなんか、まあ、それでなんかすっごい名前がそして面白いじゃないですか。イェニチェリってイェニチェリって、うん、なかなか日本人の発音に絶対ないやつなんで、うんうんうん、ずっと覚えててイェニが新しいでチェリが軍だから新しい軍ですよ、うん、そうですね、あそうなんですね、はい、いやだからね本当そこでねずっと覚えてて、うんうん、オスマンは、うん、イェニチェリしかもあれですよね、あの火砲もあの火をあの鉄砲持ってるから強いんですよね。そうですね、うん、鉄砲を持ってて強くてこのイェニチェリから僕はオスマンに結構入って行きました ね、 いいですね。でも絶対世界史の教科書にイェニチェリって出ますもんね。出ますからね、はい、イェニチェリとオスマン出ますしスレーマンも出るし、出ますね、メフメトは出たのかな、メフメト出ます出ます、出てるんでしょうね、うん、2世は出てるんでしょうね。資料集とかにやっぱあの、はいはい、コンスタンティノープル入場の写真あったりしますから ね、 あとねスレーマンの なんていうんですかターバンなのかなあれ。ああ有名なのは大きいターバンとあと、はい、なんだっけ四十冠っていう4つこう、はい、あのサザエのつぼ焼きみたいになってるあの冠、はいはい、金の冠があってでかすぎるんだよね。あそれはターバンの方ですね。あの、はい、顔の10倍ぐらいあるんですよ、うん、なんか、はい、へ面白くてそれが面白いですよ。黒柳徹子、黒柳徹子、黒柳徹子なんかもう目じゃないです。最弱です。ターバン界においては黒柳徹子はもうずっとなんか四天王最弱以下ですよ。スレイマンのターバン半端ないっすから。半端ないっす。あれなんか機能があるんですか。あれいや あそこまで行くとおしゃれ。ただのあおしゃれ、うん、重かろうねあれ、あれをずっと食べて。マジででかいっすよ。でかい、マジででかくてちょっとみんなもググってほしいんですけど、うんうん、スレイマン大帝とかで調べたら多分出てくるんだけど、うん、こう横顔でこう多分花持ってるかなあの格好、まあ、あのなんかでかすぎて笑っちゃうぐらいでかいんで、うん、まあ、スレイマンいくつかあの絵があるんですけど ね、 そ、 うですね、その中であの王冠、うん、あの独特の王冠をかぶったやつと巨大なターバンのやつとか大体馬に乗ってるやつとかもあって、うんうん、スレイマンもすごいいいですね。なんかね僕結構トルコ語が好きなのかな、パシャとかも好きなんですよ。あいいですね。パシャってまあ大臣って意味になるのかな、うんはい、あ将軍ですかね。将軍パシャ、はい、パシャとか、ね、ソコルルパシャとかなんかいいですね、はい、あの結構色そうなんとかパシャなんとかパシャっていっぱい出てきて、うん、トルコ語かっこいいですね。かっこいいんですよね。トルコ語ちょっとやっててあの、まあ、少しだけ話せたりするんですけど、やっぱ音がですねチャチューチョの音が意外と多いんですよ。はいはい、確かに言語に比べて大分と一緒じゃないですか。何しょ何しょどっとか何しょる何しょんみたいな。なるほど、はい、本当だ。ちょだから意外と大分県民はトルコ語親和性高いかもしれない。確かに、はい、みんなじゃあトルコ語を勉強してください。大分出身の方、大分大分大分イェニチェリが結成されるんですよ。弱そう。いや弱そう強い強い絶対強いよ。弱そうとか言えない。イェニチェリのやっぱりその特殊性とかその文化の部分とかそういう部分はやっぱりすごい私も興味高校の時にやっぱ持っててそれはありますね。インパクト強いですね。実際同時代にああいう軍隊出てこないんですよね。あの 銃部隊というか、しかも歩兵、普通騎兵だろみたいな、そこは、うん、それが歩兵で銃部隊ですみたいなのってすごい新しいし、他の世界でだいぶ後ですよね、ああいう 銃の歩兵が出てくるのっていうのは。あとはあの軍楽隊、あの要はマーチング、はい、そうですね、音楽、うん、あのトルコ行進曲っていうのでやっぱ有名なのはあるんですけど、うん、そうだトルコ行進曲、あのモーツァルトですよ。いやあのね、みんなも聞いてほしい、はい、ジェッティン・デデンっていう父も祖父も、はいはい、ジェッティン・デデンっていう曲があるんですけど、はい、うんうん、俺聞いてるもん Spotify でタタタタタタって結構有名なあの、ですね、昔あれなんだっけな、リボビタンデーじゃない、なんかの CM で流れたんですよね。 CM でもやってたし、たけしさんがなんか
タフマンじゃないな、なんかでやってたんですよ。母親が見てたドラマの曲でもなんかやってた、向田邦子かなんかのドラマで全力で行くぜみたいな感じのじわじわ来る 軍歌みたいなのあるんですよ。だそういうそのトルコ の要はマーチング、軍隊マーチみたいなものはトルコ発祥なんですよ。それをあの当時のプロイセンとかああいうところは真似していろいろやってみたんですけど、はい、うん、あまりにお粗末でトルコ の大使かなんかがハッて笑ったっていう、そういう記録が当時残ってて、これがメフテルみたいな感じで笑われたっていう記録がやっぱ残ってて、うんってかなんか面白いですよ。だから結構トルコ発祥とかのものってちょっと多くて、でもちょっと行き過ぎて大トルコ主義って呼ばれてるんですけど、何もかも全ては起源はトルコですみたいなのが、ね、はいはい、ちょっとよく日本でも言われるのがてっぺんっていうのが、言葉はなんか山のてっぺんと同じだから、はい、日本とトルコは兄弟みたいな、そんななんか言語的 なんか似たようなところとか、もともとウラルアルタイ語族なんで文法は実は同じなんですよ、トルコ語と。そうですか、はい、だから日本語のやつを全部トルコ語に当てはめ替えたら通じるんですよ実は。へー、なるほど。へー、そこの部分でも、まあ、親和性っていうのは、まあ、トルコは結構日本に対してすごい仲を良いので、まあ、いろんな発祥とかあったり、うん、文化としてもやっぱりどうしても、ね、コンスタンティノープルもそうだったように、はい、その貿易とか文化の中継地点ですからね、アナトリア半島の。そうそう、あとイスタンブール、やっぱりそのコンスタンティノープルなんですけど、いいす、ね、うん、イスタンブールのロマン最高ですよマジで俺まだ行ったことないんだよ ね本当行きたい。ボスボラス海峡の、ね、真ん中に、ね、立ってね、もうモスクも夕日も見えるあの瞬間最高ですよ。でしょう、ね、クルーズ船が走ってブランあるみたいな、ね、行きたいんだよね、イスタンブール。私そこであのコンスタンティノープル陥落をあそこで読むっていうですね、でその赤いイエニチェリの格好でカフェにこう座りながらコンスタンティノープル陥落を、ね、ね、落としてる落としてるもうね、それでここだよここだよ、ね、ここだよここだよ、ここだよって鎖の後探しに行こうかなってとか、もうそういう歴史のところをその当時の格好で辿って、なるほど。でもう向こうのなんかね、トルコ人のおばちゃんとかに、私あのこの格好でタクシム広場とかバス停とか普通に歩いてたら、おばちゃんがすげえ握手求めてきた、すげえなんか写真撮られたりとかして、なんかすごいなんかネタにされてましたよ。どうなんだろうね、侍の格好でさえないからね、イエニチェリの格好で言ったら、日本で言ったら外国の人がなんだろうね、旗本紋付き袴でしょうね、少なくとも。で扇子さして、うん、紙紐をつけて歩いてる。で紙紐でしょうね、紙紐ですね、そういう感じか、はいはい、だから握手しに行かんよね、しかもそう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 、しかもあの、うん、なんか偽物のちょんまげとかじゃなくて、結構ガチめのちょんまげで歩いてたらびっくりするのと同じぐらいの感覚。ガチのお店に行って、ガチで買って、うん、であのそこの店長が、俺この店20年やってるけど、あの家にちの格好を買いに来た日本人お前が初めてって言われてでしょうねとか言いながら皆さんその時どういう気持ちなんですか。嫌な気持ちではないんですよね。ではないですね。そうでしょうね、はい、嬉しいんじゃないですか。まあ面白がって、あ面白がる、あのすげえガチのライフル持ったお兄さんが、こう来いこっち来いみたいな感じでジェスチャー示して、やべえ俺なんか怒られるのかなと思ったら、イエーイとか言ってセリフ取られて、おーみたいな感じのほっとしたみたいな感じ。怖え。ちょっとね、あの兄さんマジで重武装だったから、はい、あれ俺そろそろ年貢の納め時かなちょっとそろそろジズヤの納め時かなみたいな感じで思ったんだけど、セーフだったみたいな。人頭税ね、ジズヤ人頭税今のイスラームジョークですか人頭税ちょっとターキッシュかなターキッシュジョークですね。いや濃いいやでもまあまあそのやっぱトルコが好きだった話に戻ると、やっぱりその建国の父アタテルクがその頑張って戦った時で、あのまあもちろんトルコ側が蛮族野蛮だったってことも有名なんですけど、ギリシャ側も大概なんですよね。でギリシャ軍がやっぱ攻めてきて、イギリスの後押しとか周辺の諸国の後押しがあって、あのもうオスマントルコの後の新しいトルコ共和国をぶっ潰そうみたいな流れで来てるんですよね。そこのある意味関ヶ原みたいな戦いが、サカリア川の戦いとかあるんですけど、そこの項目で私2回ぐらい泣きましたからね。マジで大変なんですよ。もう食料もなければ補給もない中、イギリスの支援受けてるギリシャ軍がガンガン来るわ で塹壕戦でずっと戦い続けたところをなんとか頑張って勝利したっていうところは本当にすごくて、あれ下手したら中国の秦みたいになってましたもんね。なってたと思います。もう全部で分割、もう東西南北で全部分かれて、いやあの人
かったしかいなかったらもう本当にちょっとね、もうみんな意味全くわからんだろうけど、死みたいになったって言われて、いやオスマンがね末期の方はやっぱりその近代国家の西欧にだいぶ押されちゃって結構ぐさぐさになっていくんですよ、中国みたいに。で第一次世界大戦でも思いっきり負けるし、その民族自決っつってね、なんかあのセルビアとかがね独立しようとしたりとか、あの治めてた人たち、それこそギリシャとかねが独立していく中で国家が解体するのを、その若きなんていうか天才である青年将校か、青年将校、もう本当にすごい若い時にすごくそのオスマン内でも出世しているムスタファ・ケマルさんっていうね、ムスタファ・ケマルさんっていう人がその状況を見ながら、この今のその明治新っぽいですよね、だからそこだけ、うん、その今の政府にその任せてたら、うん、この国がもうなくなってしまうっていう危機感があって、そこからのなんていうかな盛り返しというか、盛り返しがもう半端なくて半端ない旧国の大英雄ですよね。いやあの人がいなかったら確かにトルコはどうなくなってるのかもしれない、うん、でも結構面白くて、そ の, ケあの、まあ、ムスタファあの、まあ、ケマルパシャ ケマルアタテルクの、まあ、同じ名前なんですけどみんな、うん、まあ、ムスタファパシャで統一すると、うん、その人ってもともとテッサロニキっていう今のギリシャの方の出身なんですよ、はい、だから実はガチガチのトルコ人ではなかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ある意味でもオスマン人っていう一つの国の中で、うん、もうこう国がどんどん解体していく中で、まあ、トルコ人の国を作ろうって言って頑張ってやったっていうストーリーは本当にちょっと全部なんか通しで読んでほしいんですけど、うん、マジで泣けるんですよ。さっきおっしゃったように、もう秦とかが滅亡しそうになる時に、うん、もしなんか同じような人が現れてたらまた変わってた、ね、まあ、ある意味孫文がちょっと孫文は違うか、なんか例えようがちょっと難しいんですけど ね、まあ、日本だと高杉晋作が最後まで生きて英雄になったみたいな感じです、うんうんうん、で高杉晋作が農業も頑張っちゃうし、うん、文字もあのトルコ語も作っちゃうし、なんか何でもしちゃうみたいな、もうなすごかった。まあだから後半で次のシリーズもオスマンやる場合は、うんうん、スレイマン大帝と、うん、ケマル・アタテュルク、ムスタファ・ケマリですね、はちょっとフィーチャーしてやりたい、うん、後半のオスマンをやりたいなと思ってるんですけどね。私もあのなんだろう、ケマル・アタテュルク閣下のあの格好をして私あのアタテュルク閣下が亡くなったところに再敬礼しに行きました、はい、でアンカラのお墓まで行って、はいはい、一緒に行ったガージー大学 の, あのトルコ語の先生がお前本当好きなんだなみたいな感じの、そこでなんか鬼のようにあのオスマントルコグッズとアタテュルクグッズを 山のように買って帰ってきましたからねアタテュルクグッズ、うん、アタテュルクポスター10枚ぐらいありますよ。いります1枚ぐらい。あのイケメンですもんねマジイケメンです。あそうなん、うん、そうだよね、顔もかっこいいんですよ、イケメン、うん、ケマルさん、うん、イケメンで軍もできて政治もできて、ね、農業もできて文字も作れるって半端ないですよ、もうちょっとあのもっと世界的に評価されてもいいと個人、ね、的には思うんですけど、うん、まあ藤井フミヤみたいなもんですね。藤井フミヤ歌えて絵描けて歌えて絵描けて何でもできるよみたいな感じの俳優もできるよマルチナップみたいなマルチタレントみたいな、うんうんうん、なるほどなるほど。オスマンってなんでそんな英雄というか優れた君主っていうかあのリーダーが出てくるんですよね。あまあメイ君はでもあの、まあ、初期はそうかもしれないけど、スレイマン大帝の後ってやっぱりなんかいろいろ言われます ね、うん、そうですね。スレイマンぐらいまでですよね。ただその後のなんか大宰相とかのアタテルクが出世したっていうのもやっぱりあの出自を問わない、あのやっぱ大宰相になるまでの人って元奴隷の人とか結構多いんで、そこに関するやっぱ優秀な人間を取り立てていくっていうあのシステムが成り立ってたってのはすごく大きいと思いますね。そこがなんだろう、他のイスラームのところとはやっぱりちょっと重みのつけ方って違うんですか、宗教に対する官僚とか、まあその他のところだとベドウィンベースにすると何々族出身の人間が優遇されなきゃいけないとか、そこの部分が強いんですけど、オスマンっていうのを上に置いて、オスマンの一族っていうのを下に大宰相とか、もともとは権力集中型だったのがだんだん官僚で分散していってっていう流れになった中でうまく回っていく、その有力部族みたいなのが、まあ有力氏族というべきかができていって分かれていったから合わせてこう回っていったってのはある。まあでもやっぱメフメト2世のコンスタンティノープル陥落の功績によって、そういうなんか結構有名な家とかの権力がをなくす転換できてるんじゃないかなという感覚はすごいあるんですけど、そのザガノスパシャとかあらへんにそのねチャンドゥルハリルパシャから移行していくあの構図がまさにその
そこだ転換点として先制君主制を作って、かつその家とかにこだわらない状況で貴族ゼロみたいな状態の国家形成をまた中国王朝とは違った形で、中国王朝とかはねまた宦官とかをうまくこう政治にゴリゴリで入れていくわけだけど、そんなに宦官が入るわけじゃないじゃないですか。だから華僑とかも、まあ華僑みたいなものはなかったですけど、ただちょっとこうそれこそ家にチェリもそうなんですけど、若いうちにちょっと優秀そうな人がいたらこうみんな集めて教育受けさせてみて、でちょっと優秀なのは宮殿入れて、あの他の周辺のなんか大使とかそういうところに預けて、見込みがあればまた中央に登用するとか、そうなんか人材登用とかその人材発掘っていう点がやっぱ若干優れてたんじゃないかなっていうのも感じます。そうですよね、やっぱ人材の生かし方って結構僕遊牧民の方がうまいなっていう風にすごい思いますね。それすごく合理的なんだよね、やっぱり使えるもの使わなきゃいけないっていうその切迫感がすごいそれを感じる、切迫感感じるね。厳しい環境の中で育ってきたなんか思考様式かなと思うんだよね。切迫感がなくなって官僚主義ガチガチになったところで大体こう、こう傾きが見えてくるっていう流れですよね。本当中国とも一緒だから、やっぱりどの組織もそうなんでしょうね。国民に重い税貸し出したりとかね。そうそうそう、でそれで内部の反乱が起きてで外部から来てみたいな、もうパターンですよね。派閥争いが起きてですよね。多分本編でも言うから、本編で聞いた人はそっちを先に聞いちゃうと思うんですけど、僕そう中国王朝との比較が面白いなと思っていて、オスマン帝国ってその中国王朝って一つの大きいモデルだと思うんですよ。官僚体制の大きい一つのモデルだと思ってて、やっぱ皇帝、宦官、あと官僚っていうこの3つの勢力のバランスでうまく成り立ってるっていう権力構造の、専制君主制をうまく、専制君主じゃない時いっぱいあるんですけど、一応やっぱ専制君主制なんですよね。でこれに対してやっぱオスマンの作り方っていうのは、そのデブシルメっていうその人材徴用があるんですよね。これ本編で説明してるんで、あの、はい、数時間後に多分キリさんは聞くことになる。まあでも そこで言うと、オスマン皇帝が、まあ、あったところに、あの、まあ、高級ハレムの勢力ももちろん加わって、で軍人がイエニチェリとか、であと大宰相とか、そこの部分のやっぱバランスが時代によってこう傾いていくっていうのはありますね。だから一緒ってことですよね。だからそこの結局なんていうか、登場人物たちのなんか近しさみたいなのはすごく面白かったんですよね。あの、まあ、宦官がそんなに政治にゴリゴリ入ってこないオスマンと、宦官がゴリゴリ入ってきて、宦官とその要はハトゥンとに当たる皇后たちですよね。あのもう説明するのやめましたけど、もういいですよ、もう調べてほしい、ハトゥン。あのそういうところはやっぱりどの王朝でも比較的そういう形になっていくのが面白いなと。面白いですよね。であと私がなんか持論でよく言うのは、3代目がしっかりしてる王朝は長続きするっていう。これね、面白い。あのね、バンドも一緒、サードアルバムがどうなるかで、バンドが一緒っちゅうのでやっと分かったでしょ。それはそう、サードアルバム3つ目のアルバムの良さでもう20年とか続くから、それはそうなんですよ。やっぱりすごい感じるんですよ。ファーストアルバムは野心的なんですよ、このバンドも。でセカンドでなんかこうファーストで売れたやつをなんかどうするみたいなのがあって、売れてから初めてでセカンド出してみますみたいな。サードはやっぱり勝負なんですよ。なるほど。今後の話になるんですよ。シュハリみたいな、リができるかどうか。まあそうだよね。そのシュハリのサイクルの、まあ、ずっと続いていくんでしょうけど、そのリで失敗して大ゴケするか、もうさらにこう栄達するか、周辺取り込んでいくかってあると思うんですよ。これ私が勝手に考えてるルールなんですけど、足利も義満がしっかりしてたから続いたと思うんですよ。で徳川もそうですね、あの、まあ、三代目の家光が頑張ったから行けるいったんだなって。なるほど。だから三代目がいいとこって長期政権だなってやっぱ思うんですよ。なるほどね。オスマンは結構僕本当に七代ぐらいまで比較的本当にみんな素晴らしい。オスマンそう、だから七代どころかスリーマンまでかな。はい。ずっと十代ぐらいまですごくいい感じで続いてるの、なんかまあラッキーかなって思ってるんだけど、他に理由があるんですかね。いやまあどうなんでしょうね。やっぱりまあ遊牧民的なので一括りにするのはちょっと良くないかもしれないですけど、でもやっぱり国の拡大期だったら優秀なの置かなきゃいけないよねっていうところで、で守りに入った時代ってやっぱりなんかこうその膨張した官僚機構とか家にちゃり軍隊とか大宰相の都合のいい人が添えられるようになった瞬間にもう国傾いてますもん。まあ、全く企業と一緒だな。そう都合がいい。だから三代目の時ってやっぱその都合のいい、なんていうかな、その
本来のその国の栄達するっていう目的と違う目的を持った人たちが、その社内闘争みたいな感じの国内闘争のために据える人であるとか、優先するロジックではなくて、本当に国にとっていいことをできるかどうかで結構確かに変わるし、これサードアルバム理論となってますね。いいですねこれ。サードアルバム理論だし、なんかオスマンの初期って攻撃的ですよね、みんな。めっちゃ攻撃的ですよね。オラオラオラみたいな。でしかもそこに入ってたのがなんかその宗教的な部分とか、あの結構バラバラの人たちでも、まあとりあえずあの上にまあエルトゥールとかオスマンを掲げて頑張っちゃうぞみたいな過激な人たちが、まあそれこそ本当のガーディですよね。ですね。だからあれじゃないですか、もう最初の初期メンバーはもうバリバリのミリオンセラー上等だっていうところがやってたけど、なんかセカンド入れ替えでなんか丸くなりましたね。あのもう会社側のマネージメント会社の言いなりになってしまって、なんかだから無難な形に小さくまとまってこう完成させられて中津飛ばずになるみたいな。そこをなんかやっぱ突破できるようなその野心みたいなものを、やっぱり初代の人たち、初代というか初期の、スルタンたちはやっぱ持ってるし、それこそ3代からスルタン自称してるんだっけ、はい、まあ、2代オルハンからスルタン自称だから、あのいろんななんか2つの海をなんか持つとか、なんかいろんな俗称がちょっと多すぎて、国会と地中海ですもんね。そうそうそう、両方2つの山と2つの海を生む、あ2つの陸かとか、なんかいろんな称号があって、なんかああいうの見ると2つのあってかっこいいなとか思いますね。2つのつけます。ソロモンの悪夢とかそんな感じの。でも中東で一番有名な日本人。いやだからそれ思うんですよ。さっきも話があったんですけど、やっぱりオス外交とかをすごい重視する中東は一番やっぱり興味持ってるのはエンペラー天皇陛下なんで、それを差し置いて俺有名ですよとか言ったらもうちょっとで、じゃあその中東で一番有名有名な大分人の方がいい。大分人です。それがいいじゃん。大分人。中東で一番有名な大分人。いいっすね。あ、それは、うん、控えめ。控えめでありながら結構大分。大分っていうしてるけど。映えるかな。映えるな。ちょっとやっぱ大分にやっぱ U ターンしなきゃいけないっすね。戻らなきゃいけないっすね。これは。確かにな。いや、頑張ってちょっと中東にほら椎茸とカボス変えようってこう突っ込まなきゃいけないっすね。大分から名誉市民に授与されますよ。中東にカボス売ったら。やばいでしょ。ユズはねいけるんだけどね、カボスはねライムとぶつかるんですよ向こうは。レモンライムと微妙な違いがあるんや。そうなんですよ。唐揚げはどうですか。唐揚げフライドチキン好む連中だからな。でも大分的には唐揚げ鳥天やりたいな。やっぱ鳥天っすね。鳥天いいですよね。そうですね。あと関アジ関サバは中東持ってったらもう鮮度が落ちちゃうんで。そうですね。でも柑橘系もやっぱ輸送がなんか長い場合はやっぱ農薬とかかけたりするんで、だからあと加工品とかでやるとまた味も変わんない。さすが元農業。いや、もう半人前ですから。トマトとか作ってたんですよね。私もなんかヘビーリスナーですからね。怖っ。ありがたいですね。いやちょっと。もうあの結構また話してるんで、これ続きまた行っちゃっていいですか。行きましょう。初めてじゃないですか。前編後編、中編が中編なんだけど、エピローグ。いやーよかったです。あのマジで俺途中何を言ってるか分かんなかったんですけど、最後大分の話ですげえ分かったんで。大分もう名誉大分オスマン人を目指して。オスマン誰もうぐちゃぐちゃになってぐちゃぐちゃになってぐちゃぐちゃになってパシャ大分パシャみたいな感じで。大分パシャかっこいい、かっこいい、かっこいいっすね。かっこいい。あ、いいな。何やってんのか全然わかんない。想像もつかない。やばいな。大分収めないといけないですね。いやということで、じゃあ2回で終わらず、じゃあ次回続くということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。タートリアアキラさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。